世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。一つだけ聞きたかったのは、そういったこう心をとあの整えてですね、よく徳を積むとか、いいことをしなさい、徳をしなさいという、徳を積みなさいみたいな言葉もまた私の両親もよく言ったりするんですけど、ヨガマたちから考える本当にこう徳を積むような行為ってどういう行為のことをおっしゃるんでしょうか。まあ、それ無償の愛っていうか見返りを期待しないでね、やはりみんなが喜ぶことをやっていく、伏せと奉仕とかね、こういう真理への道にはそういうね、やはりこう分かち合っていくっていうことでね、こう伏せをするっていうのは自分のこう欲望をバッと取ってね、すごくこう無限のパワーがこう満ちてくるっていうか、祝福をいただいてすごいラッキーになるんですね。今まではこう抱え込んでて不安で抱え込んでるとこからドンと手放すと、パーッと祝福が訪れて、もっとパワフルになって、周りから尊敬されてね、自由な人になってね、怖くない人に、いろいろ怖がらないでこう良い行為ができるっていう、で良い行為をするっていうことがね、なんか自分のエネルギーがなくなっちゃうんじゃないかっていう、こう恐怖があるわけで、それをこうさっと、あ、自分ってもともと満ちているんだ、でそうやってこう循環させていくと、さらにね、周りから感謝をいただきね、それで力が出て才能が出てね、もっといい仕事ができるって、でそのお布施することでもっとね、こう仕事ができたりして、で周りからこう信頼されてね、いい仕事が舞い込んだりして、もっと成功することができるんです。でまた奉仕、そういう寺院とかに手伝いに行くとかね、まあ、そういうい教えをこうみんなにお伝えするとか、ね、そういう、こう体がね、こう動くのがね、こう変な方に行かない、欲望の方に行かないように、みんなが幸せになる、そういう体のね、こう使い方、そうやってこうみんなところに行って助けていくっていうことがね、そうするとこう自分の行為がね、行為っていうのがまた次の行為を生むわけですよ。だから欲望の行為をしてるとね、またこう不足で、まだ足りない、まだ足りないって、もっと欲しい、もっと欲しいってね、でお金もいっぱい使ったりね、でそうするとこう経済的にも破綻したりね、だから快楽の方に行って何かゲームを楽しんでね、心がその時満ちるけれども、また癖になって、もっともっとって、そしてこう散在してしまうっていう、だちょっと得どころ、エネルギーがどんどんなくなっちゃう。でそうやってこう人がに喜ぶことをすると、その人の感謝が返ってきて、で自分の心が満ちて、また力をいただいて、もっと無限の存在からもブレッシングをいただいてね、祝福をいただいて、こういいことしたなっていうことでね、力が出てくる。でどんどんまたいいことが起きてくる、いいものを引き寄せていく。だから徳を積んでいくと、どんどんこう類は友を呼ぶっていうかね、自分の愛から出た行為でまた周りから愛されてね、いい人が寄ってくる。でもどんどん運が良くなっていく。それは損をするんじゃなくて、みんななんかこうね、誰かこう無償で手伝ったら損しちゃうとか、そういうことじゃない。だからどんどんいいエネルギーが蓄積されてね、そしてまたいい人が集まってきて、いい循環になっていく。だからまあそういうことをみんな実践していくようにね、まあ私は指導させていただいてるんですけれども、まあ私自身もね、こう道場を建ててみんなにこうね、残していくっていうか、だから私の財産っていうかね、まあ国に捧げるっていうか、みんなに残していく。で、みんなが使ってくださいって、みんながいい心になるために。いい体になるために、いい修行をするために、いい祈りをするために、いい瞑想をするために、まあそうやって未来永劫ね、そういうものが残ってね、みんながそれを使って、そしてこうクオリティの高い人になっていくように、そういうどんどんね、
こう素晴らしい人にね、こういいエネルギーが蓄積されて、でこうロータスの花、ハスの花のようにこう満ちてバッと綺麗な花を咲かせることができるわけ。こういろいろにこうみんなが執着したいじゃないですか、はい、うん、その執着を取っていく、こだわり、マインドのこだわりをね、でマインドを超えるっていう修行なんですよ。だからマインドから原因結果原因結果ってね、数珠のようにつながってる。だからその波動のレベルからこれを清めて、これジャンプして超える、うん、聖なる波動にこれつながっていく。だからその例えばいろいろなラジオだったらこう いろいろチャンネルがあるわけでしょ、うん、周波数、うん、周波数、うん、違う周波数だったらこちらの周波数聞こえないわけで、そうですね、うん、で高い周波数になるとこうそれ邪魔しなくなる、ね、高い周波数の人になっていく。で低い周波数だと低い周波数の人を呼び込んじゃう。いますね、悪い考えだと悪いものが寄ってくる。いますね、ええ、います。うん、なんでこういう人ばっかり来るんだろうって。だからそれを悪い考え、それをこう決別しないで、周波数がおかしいですね、うん、その時は、うん、それ周波数で周波数をこう切り替える。うん、だからそれを切り替えるのが瞑想なんですよ。それを要はこういう道場で教えていく。そうなんですね。ここに来ただけで周波数変わっちゃうわけ。悪いこと考えられない、楽しくなっちゃう。僕通りで帰り道ちょっとハッピーになってるんですね。うん、そうなんですよ。うん、そう、私がわーって出てるから、うん、だからみんなは幸せになるようになってるんです。だからそういうあなたのその奥深くにね、こう神聖な存在があるんです。そこにつながってね、だそれはこう閉じてるからね、私はこう扉開けてるんですよ。とすごくみんながね幸せになっていただけるように、このね、それが私の使命なので、それをやらさせていただいてんですね。だからそれは実際にそうになるのでね、みんなが幸せになるのでね、うん、あなたの中にそういう幸せになる種があるのでね、まあそれをこう目覚めさせるように、ひゅ活性化させて、でその代わりあなたはこう悪いことをね考えないようにしていただきたい。大事ですね。ロマンジお会いしたらなんかそんな気も失せますね。邪心が消えると言いますか、ね、さらに修行していただくといいわけですよね。継続性があるから励みになります。だからもう心ってこうどんどん湧いてくるのでね、もう本当に湧き水のに湧いてくるからね、カルマが、うん、だからそれをこうね、いらないものを捨てていかなくちゃない。でいいエネルギーをどん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 いただいて、それから功徳を積んでね、功徳を積まないとこう悪いふうにいっちゃうんですよ。ずっと功徳が、あ、そっち行かないようにっていうことでいいことしようっていう、うん、まあ、自分を責めないで、そんなことに悩んでないで人を助けようとかね、いいエネルギーをいただきながら真理の道に進みながらやっていただくと完璧になりますね。よろしくお願いします。